進路が決まった後にラップに出会った。のめり込んだ時にはもう遅かった。行く前にラップとは離れようと思った。ちゃんと区切りつけて広島に向かった。練習して飯食って笑って寝て、充実してるはずの日々の中で心の大きな穴を見つけた。それを埋めるものはすぐ分かった。強引に誘って輪を描いた。でもラップを好きになってくれた。そっから何回も輪を作った。いつもちょっと無理やりでごめんな。みんな下手くそな俺を慕ってた。それでやっぱりいい気になってた。一年経ってこっちに帰った。近かった、背中が遠くなってた。あの時こうしとけばどうなってたとか考えてももう遅いよ。どうせならあの時こうしたから新しい道がある。このブランクも武器に変わる。無理やりでもそう。続け方じゃなく上達の仕方。一年で考え方も変わった。先輩が結果を出すたびなぜか喜びじゃない何かが現れた。俺だってラップやりたいよもっと。ダサい歌詞すら書き殴ったノート。置いてかれてる気がしたあの夜も。輪を作ることが唯一の方法。戻るの意外と早かったって。俺にゃクソほど長かった3年。泣いたところで昨日は変わらねえ。それでも出る涙を吹き前へ。どれだけ大きく差が開いてもまだ追いつけそうなんだよ。だってどれだけ遠くに行ってもなぜか背中の大きさは変わらねえから。あの時こうしとけばどうなってたとか考えてももう遅いよ。どうせならあの時こうしたから新しい道がある。このブランクも武器に変わる。無理やりでもそう。あの時こうしとけばどうなってたとか